藤江剣持教法16年8月27日は、江戸時代中期の日向延岡藩があろう。名は、万層。字は、門戸と称した。父は、牧野重中に仕えた延岡藩があろう。藤江竹門、母はに、妻は縫い、長男に、与一郎。次男に、竹野心。三男に、霊二郎がいる。出来た観音堂船のお地区では、 毎年旧暦8月28日を祭日とし、また延岡で北地区では、旧暦8月17日に墓産を行うという。なお、岩隈米石主水口には、岩隈米石水神社があり、剣持、北江門を記念する石踏みなどがある当初、木材を用いて大きな枠を組み立て、その内部に石材を詰めた、いわゆる枠石と呼ばれるもので、 幅21.6メートル、全長216メートルの規模であった。それが今日見るようなコンクリート構造の高級的設備の席に改修されたのは昭和8年である。改修後なった後の岩隈石水系は米作最盛期において数千百ヘクタールの電池を潤すに至る。築造当時のおよそ131ヘクタールに比べれば格段の広がりを見せているが、 これは築造後、全時設けられた、できた用水路を幹線とする五ヶ瀬川岸の、各視線及び、左岸幹線の吉野用水路と、その支線水路の開通によるものである。岩熊石、宮崎県大百科事典宮崎日日新聞社、P791、宮崎県大百科事典宮崎日日新聞社、 P791 たじりさへん、贈威所見伝贈法番上特使贈威年表 P54、宮崎県大百科辞典宮崎日日新聞社、P76 から77、宮崎県大百科辞典宮崎日日新聞社、P76 から77、上ゆきほ、藤江県持しぷ公脈社、P38 から44、上ゆきほ、藤江県持しぷ公脈社、 p105 から117、上雪保、藤江県持地区公脈社、p151 から154、宮崎県大百科事典宮崎日日新聞社、p76 から77、宮崎県大百科事典宮崎日日新聞社、p791、ありがとうございます。